おはようございます。皆さん、火曜日の朝いかがお過ごしですか？仕事始め、エンジンかかりましたが、どうもドラヘイです。今日は火曜日ですね。最近は休日を分散させている方もいらっしゃるので、今日から仕事始めという方もいらっしゃるじゃないでしょうか。今日の朝ドラ受けはですね、お茶碗はね、まあ女優になるかというお誘いを受けたそうですが、さてどうなることやるということですね。チャンスとリスクは紙一重だなと思うんです。騙されることもあると思うんですけど、僕もね、いろいろなんか怪しいなとことを思いつつ、ちょっと思い切って、あ、リスクのない範囲でチャレンジしてみようかなっていう思うことがいっぱいあります。マッチングアプリなんかはね、特にそういうことがあってね、結構リスクがあったりするんですね。意外に騙されたりとかして、なんか変なサイトに誘導しようという人が意外といることもあるので、そこら辺は、あ、もうここまで来たら撤退だなっていうことは明確にしてやる方がいいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。